今日は7番ライトで浅野選手が3度目のスタメン出場になりました。1番にはブリンソン選手が入り、岸田選手が2試合続けてスタメンマスクです。門脇選手はしばらくスタメンで使われていません。広島は2年目の森選手、巨人は戸郷選手の先発で始まった試合は1回表、吉川選手がヒットで出塁しますが、チャンスは広げられず無得点。1回裏、戸郷選手は三者凡退に抑える立ち上がりを見せます。2回表、先頭の秋広選手がツーベースヒットで出塁しますが、後続が倒れ先制できません。2回裏、この回も戸郷選手は3人で抑えます。3回表は巨人も三者凡退で終わり、3回裏、戸郷選手は打ち取った当たりの不運なヒット3本と味方のエラーも絡んで3点を失います。この回だけでアウトを6つは取っていただけに、戸郷選手が不憫で仕方がないイニングでした。4回表、坂本選手の長打性の当たりは相手の好守備に阻まれ、岡本選手の鋭い当たりも野手の正面で巨人に隙がありません。4回裏、この回は戸郷選手が3者連続三振で抑えます。5回表、先頭の中田選手がツーベースヒットで出塁し、続く浅野選手がレフトへ特大のホームラン。浅野選手のプロ初ホームランで1点差に詰め寄ります。5回裏、戸郷選手はまた不運なヒット2本でピンチを背負いますが、ここは踏ん張り2対3で5回を終えます。6回表、ワンアウトから秋広選手がフォアボール、中田選手がヒットでチャンスを作り、浅野選手に代打を出して勝負をかけますが、併殺でこのチャンスを潰します。6回裏、戸郷選手はテンポよく3人で抑えます。7回表、先頭の岸田選手がツーベースで出塁し、ツーアウトから吉川選手がヒットを放ちますが、ホームで刺され同点とはなりませんでした。7回裏からは今村選手が登板し、先頭にフォアボール、送りバントでピンチを作って船場様選手に交代します。ワイルドピッチでランナーを三塁に進め、タイムリーを打たれに点ビハインドとなります。8回表、先頭の坂本選手がフォアボールを選び、岡本選手もツーベースヒットでつないでチャンスを作ります。ここで秋広選手、門脇選手に連続タイムリーが出て同点に追いつきます。なおもチャンスはありましたが、勝ち越すことはできずこの回を終えます。門脇選手は直近の10打席で9打数6安打1フォアボールと出塁率7割の活躍です。8回裏、バルドナード選手が登板しますが、2アウト1、3塁のピンチを作り、菊池選手に交代します。このピンチを菊池選手が抑え、同点で9回に入ります。9回表、先頭の吉川選手が3ベースヒットを放ち、岡本選手のタイムリーツーベースで勝ち越しに成功します。最後は中川選手が締め、戸郷選手が6回でマウンドを降りる展開でしたが、逆転勝利となりました。浅野選手の成長スピードの速さには本当に驚かされます。このチャンネルでは巨人の試合が行われた日には試合終了後1時間以内にその日の試合の振り返り動画を投稿し、視聴者の方とコメントで感想戦などを行っています。よろしければチャンネル登録お願いします。明日の広島の先発は森下選手です。今シーズンの森下選手は13試合の登板で防御率が 2.00、 クオリティスタート12回と6回を投げきれなかったのが一度だけという安定感です。今シーズンの巨人戦は2試合の登板で防御率 1.20、 前回対戦では8安打しながら完封負けを喫しています。大量得点は望めないですが、なるべく早い回に森下選手をマウンドから下ろしたいです。対する巨人の先発は横川選手です。ローテ通りであれば山崎伊織選手でしたが、マツダスタジアムでの相性が良くないこともあり、山崎選手は火曜日の登板に回ります。横川選手は前回の横浜戦で自己最長の8回を投げて1失点と好投しています。今シーズンの広島戦も中継ぎ3試合を含む5試合に登板し、防御率 1.65 と相性のいい相手です。6月23日以来の勝ち星を目指すマウンドです。
今日のイースタンリーグでは赤星選手が先発登板し120球を投げて4安打10奪三振で完封勝利を飾りました。赤星選手の完封は1軍2軍含めてもキャリア初、完投も初めてでした。赤星選手は直近3登板すべてで8イニング以上を投げるなど着実に先発投手としての力がついてきています。打者では高卒1年目の育成ルーキー中田歩夢選手に公式戦初ヒットが出ています。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。